とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、金装備を求めて、古代狩りに行きましょう。5周やったけど、なかなか出ないってところが、だいぶ続いてるけども、今日はどうでしょう。同じく5周行きたいと思います。まあ、だいたい 80% ぐらい。これぐらいの確率で回っていきます。で、俺思ったんだけど、これね、80% よりも 60% ぐらいの方が古代人が出る気がするんだよね。まあ、気のせいかもしんないけども、俺はなんとなくそういう風に思ってる。まあ、とりあえず今日はこの 80% ぐらいで5周回ります。行ってみよう!よかったー。一周目ね、本当に一回もなくって、すごい不安だったんだけども、最後の最後に出てきてくれた、まあ一個だけどね。おいって。もうこれ、難易度ちょっと低くしてるから、いけるんやぞ。これ普通にやったら絶対無理だからな。よーし。まあとりあえず、土ノーマル品だけども、最初の一個目、金装備ゲット一周目、終わり。見ていきましょう。全部ダメ。金のノーマル品はいらない。おっ、ああ、違う。冬の指先じゃなかった。スペルワウンドもいらないんだよね。エンチャント2つしかついてないし、こんなのいりません。スキル自体、これめちゃいいよね。バーストボーストリングついてるし、無限がついてるでしょ。ああ、そうか、クールダウンもついてるし。ああ、一番右があんまり良くないかな。はい、次。ああ、もう、ダメだね。いいのがない。おっと、バースギル。いやーいやいやいや。このロング棒系だったらば、もう確実にね、マルチショットと、バーストボーストリングが必要なんだ。ダメ。全然ダメです。2周目行ってきまーす。2周目、第1発目。ここはなんだ?まあ、1体か。これ何が出たっけ?あ、ここは、そうか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 。フォークグランドが出る可能性がある。でも、ノーマルの剣だった。あ、でも今回いいかもしんないよ。嘘でしょ。古代人一人しかいなかった。ひどすぎない?今回。ひどすぎるよ。で、ここの装備品も全くいいのないし。いや、ない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 。もうちょっと、マシなやつ出てきてくんないかな。あ、月のダガーね。いやいやいや。痛みサイクルついてたらもうとてもじゃないけど使えないって。ダメダメ。即死するから。ダメだってば。全くいいのがない。はい。残念だ。3周目行ってきまーす。嘘でしょ。3周目1回もなかったよ。1個もなかった。冗談だろ。おー、まあまあ、ここでなんかいいのがあればいいけどね。まあもちろん全部良くない。で、お、ああハープじゃなかったか。うん。ダメだね。あー、よろしくないな。どうだ?ダメ。あー、ダメ。全然いいのが今日やばいぞ。今日本当にやばいかも。全くいいのが出ない。4周目いきます。よかったー。4周目も全然来ないと思ったら、来た来た来た。久しぶりだな、ここ。どうだ?ああ、もうもうハープクロス出てくれよ!頼むから。おっと、珍しく2回目。まあまあ、いつものことならね、2回目なんて別珍しくもないんだけど、今回ばかりは本当に出てこない。しかも1体かよ。で、ノーマルだし。
どういうことだ。今日は本当に運がないね。4周目終わり、なかなかやばい結果だね。せめてここでいいのがあってくれればいいんだけど、全くないんだよね。次。いや、本当にね、金の防具がめちゃくちゃ欲しいのよ。金防具めちゃくちゃ欲しいけども、まあ、クールダウン4を引き当てるのは相当難しいんだろうな。ほぼほぼ無理ゲーか。でもその無理ゲーを制していきたいよね。うわ、一個もない。ひどっ。ひどい。はい、5周目いきます。よっしゃ、来たよ。ラスト1周で来た。なんだ、一体か。おし！おし、来た！来た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 ！しかも残り火。ラッキー。残り火、これに理想のスキルついたら最強だね。いいぞ、いいぞ。頼むよ。よっしゃー。また来てくれた。ありがとう。どこだ？どう？ああ、ここ勇者が出るのか。勇者か。あ、まあでも、いいよ、いいよ。勇者にクールダウン3、4ついてたら最高だね。よーし、今回も来いよ。2体、2体、あ、1体か。あー、でも、よくはなかった。よしよしよし、もう1回ぐらい来てよ。5周、終わりました。今回は全体的にマジで少なかった。運だよね。全部これは運だ。80% 以上で言っても、出ない時は本当に出ない。そういうことだ。で、ここは、よろしくない。この金スキルで、痛みサイクルが入ってること結構多いよね。これ全然いらないからね。で、刀？でもクリティカルがついてるから、まあ言えば、達人の刀と同じってことか。あ、悪くないよ、これ。悪くない。追い打ち、エーリー、輝きで。悪くないんだけども、いらない。よろしくない。え、次。ははは。ひどいもんだ。本当にひどいもんだ。はい。最後。一番左はノーマル品だな、これ。冬の指先じゃない。いらない。あ、いらない。もう全然いらない。金がかなり溜まってきたね。全然使わないからね。金が溜まりに溜まった。では、今日の出た金装備発表します。かなりしょぼいけどね。発表するね。これです。2、4、6、7個 !7 個だ。今回むちゃくちゃ少ない。まあ、性能を見てみましょう。魂のナイフ。共鳴、あ、共鳴がついてるのはなかなかいいよ。で、エンチャントとしては、全然悪くない。悪くないけども、まあ、ユニーク品じゃないんで、いりません、売ります。勇者のアーマー。これでね、クールダウンが、金スキルとエンチャントに3ついてれば、もう本当にね、めっちゃくちゃ良かったんだけど、ダメです。はい。下行きましょう。バトルスタッフ。凶暴化か。凶暴化がついてて、いや、いらない。全然いらない。はい、次。乱射。エンチャント2つ話にならない。剣。村人特攻か。いりません。スプラウトアーマーは、まあまあまあ、金スキルでね、アーティファクトのクールダウンはついてるけども、エンチャントのクールダウンが一個もないってことで、これは不採用。では、最後の一つ。残り火のローブ、どうでしょうか？ダメだ。ダメだね。全くダメ。
話になりません。はい、ご宗教もやりました。一個もいいのが出てません。もうここのところ本当に運が悪いね。でもまあまだね、ご宗やっていいのが出るまでやりたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。